チッス誰も知らないカリウド、イカレタコスケですサンブレイク詳細発表、明日ですね。というわけでね、今回はね、何かを話すんじゃない。僕はみんなに聞きたい。いや、モンスター、あ、でもね、やっぱコメント見てるとね、ライズから入りましたっていう人すげえいっぱいいるし、まあ、多分ライズの前動画とか見てくれてた人はいると思うんだけど、そういう方いっぱいいるから、 ちょっとね、その前置きから話していくと、ま、これどっからだろうね ?4 からかなダブルクロスもそうかなまちょっと、この辺ね、あの、その時系列でプレイしてないからリアタイで、ちょっとわかんないんだけど、モンスターハンターワールドでは、あの、いわゆるサンブレイクと同じアイスボーンが出た時に、ガラッとゲームが変わりました。まこれ賛否両論いろいろあったんだけど、でも結果として私は面白かったよ。うん。 あの、クラッチクローっていうね、機能が追加されたんですね。クラッチクローっていうのは、ちょっとかきりむしと少し似てるかもしんないけど、あの、モンスターにワイヤーを飛ばして、張り付いて攻撃する。っていうやつね。このクラッチクローがね、まあ、いろんな扱い方ができたんだけども、 ま、あでも、さておくとしてよ。これで仮はガラッと変わりました。あのー、ライズにもある、あの、総竜からの壁ぶつけのもとになる、あの、アクションなんかもここで追加されたんですよ。まあ、賛否両論はね、まあ、さておこう一回。これは私は面白かったけど、これ二回目だな。同じこと二回言ってるな。<laughs> 今目の前にあるココアを見て話してたら同じことを二回言ってしまいましたね。あのね、多分、もうこ、こう、 なんかこのワイヤーアクションっていうものに、いや、この話をね、この話だけしたいわけじゃないんですよ。この話以外にもしたいことあるんだけど、とりあえずね、でも大きな点として、これはあるんじゃないかなっていう。クラッチクローが追加とかじゃなくてね。あの、最近さ、モンハンがワイヤーアクションに目覚めてるんですよ。多分、進撃の巨人が好きなんですかね。<laughs> 嘘ですね。ワイヤーアクションめっちゃ最近流行ってますから、多分、 一つのアクションとして取り入れたいのかなってことで、クラッチクロー、そしてリけり虫っていうことになってると思うんですね。で、ワールドからアイスボーンでクラッチクローが来たでしょ。でもライズにはもうすでにリけり虫が来てるんだけど、この後さ、何かアクション追加するとすれば、やっぱね、一番ね、まあ、いろんな話聞いてると、水中線が、あまあ、ま、濃厚なわけじゃないんだけど、 うまいワンチャンありそうかなっていうとこなんですよ。水中戦が楽しかったかどうかはね、人それぞれによるから、それもさておくとして。やっぱりね、あのー、空中に行ったでしょかけり虫で。だから次水中だろっていうね。 逆に他になんかあるかっていう。かけりムシっていう高機動アクションに何かしら新アクション足しちゃって打足になるんじゃないそれだったらむしろちょっと不便なところに行くことによってかけりムシアクション。かけりムシアクション。ゲンゴロウとか飛ばしてな。糸に捕まって水中スイスイの方が、まあなんとなくわかるかなってるとまあ水中ステージ自体がね、まあ割とライズとゆかりがあると言っちゃあれですけども。 まあそんな感じでね。まあ水中の追加ワンチャンあるかなって思うんだけど、まず一つこれね、みんなに聞きたいの、コメントに書いていただきたい。何追加してほしいまずね、まずアクション。これ追加されると思う。まあされない可能性もひゃ、あのー、あるけど。でも多分、何かしらの追加をしてくると思う。やっぱ、システムが追加されると、拡張パックとしての、あの、広がりがあるからね。 な,なんか追加してくると思うんだけど、ここ何がいいと思うこのアクションに限って、限っての話で、ね。アクションに限っていたら何がいいと思う私はね、いや、思いつかねえんだわ。いや、かけり虫って結構完結してるでしょ、あれで。あそこから、まあ、なんつうの、要はインフレすることは可能だけども、インフレって結局、それでしかないのよね。それでおしまいなんですよ。 新しいシステムにはなかなかなり得ないんですよ。そう。あの、モンスターハンターワールドアイスボーンではね。あの、あれいや、クラッチクローあったよな。そうだよな。で、傷つけっていうね、肉質を柔らかくするっていう技が。 あの、あったんだけども、これまた賛否両論あるんだけど、でも,も、ただまあ、アイスボーンっていう枠の中で言うのであれば、私はね、それ未来英語をつなげ、あの、続けるっていうんだってあれば、話変わってくるけども、アイスボーンっていう拡張パックの中での存在としては、まあ、面白かったと思います。傷をつけて、部位を、なんつうの、 破壊することによって、部、まあ、V 破壊と一緒じゃないんだけども、まあ、あの、表面の鱗を削ることによって、中の肉にもっとダメージ与えられますよっていう機能なんだけど、こういうのが追加されて、狩りがガラッと変わったんだよね。だからね、ライズでだとね、ちょっとね、わかんないんだよね。たぶその肉質、削り、V 破壊、傷つけってやつね、これは来ないんじゃないかなって思うんですよ。やっぱ探って、 ってるところはあると思うんだよねやっぱ新しいものを追加しなきゃっていうのはあると思うんですよなんでねこの辺のシステムをみんなに予想してもらいたい1個ねでこれはサンブレイクに限った話ではないんだけどサンブレイクに限った話ではない要はライズのサンブレイク発売までにも来る可能性があるんだけどもこれツイッターでちょっとアンケート取ったんだけどやり込み要素 今、マカれ金があるよね。まあ、これまださ、廃止されてる可能性あるよ。新規取り入れっていう点で見ると、やり込み要素っていうのは、あのー、やっぱ、クリアしてなおやりたい人。まあ、どん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 さ、トロフィーなんか見るとわかりやすいけど、ピラミッド式に減っていくわけじゃん。コアなプレイヤーっていうのは。だ、それよりも新規を見た時に取り入れるかどうかわかんないんだけども、でも多分なんか出すだろう。 ライド中か、サンブレイクかわかんないけど。前回もマムタロと、ムフェトジーバー、とうとうやり込み要素たくさんあったよね。あの、装飾品ガチャとかね。いっぱいあったじゃないですか。なんで今回も、多分ね、やり込み要素、あれカスタってカスタム、装備カスタム、武器カスタムもさ、あれもやり込み要素だもんね。ガチャとかは関係なかったけど。 な、今回も何かしらやり込み要素を増やすと思うんですよ。ここはでも言って、あの、モンスターハンター、新規の話ばっかしてたけども、モンスターハンターが好きになった人がさらにモンスターハンターをやるためのモチベーションだし、それはもう周知の事実だから。だって、やりたくない人は単純にやらずにそこで終わりって話だからね。途中に、道中にそれが必須項目としてあるわけじゃないから、んと、なくすメリットはないよね。 そう。あるデメリットはないよね。存在するデメリットはね。だからなんか追加してくると思うんだけど。ここね、ツイッターで、アンケート取ったけど、まあ綺麗に並んだよね。だからムフェトジーバ式、マムタロト式、えっ、ー、と、当時のギルクエキ式、あんまり私詳しくないけども。まあ、えっ、ー、と、どんなやつかっていうと、ランダムな性能の武器が落ちる。 もちろん、めっちゃ弱いやつから、からめちゃくちゃ強いみたいな。だから、双剣だったらば、まずどんなに数値が高くても、切れ味が短かったら、いまいち使い物になんないじゃないですか。でも、ちょっと火力最強よりも少し低いけども、白ゲージがめっちゃ長いとかね。こうなってくると話変わってくるじゃないですか。こういう武器をランダムでドロップするタイプ。それから、武器の種類は、決まってる。外れ武器と、 当たり武器がある。でも、ものすごい数ある。一つの武器につき、何種類。えっ、ー、と、外れ武器も入れたら、15から20種類ぐらいある。それを、特定のクエストをクリアすることによって、ランダムに、ゲット、できる。やり込み要素。まあ、マムタロトだよね、これはね。これとか。それから、まあ、ムフェトジーバで言うのであれば、あのー、 武器はとりあえずドロップする。まあ、武器種はランダムでいくつかだけど、まあ、何回かやってれば全武器種、まあ、ドロップすることができる。そこから、まあ、簡単に言うと、ランダム強化要素。素材は同じものを使うんだけども、強化した時に性能が変わっていくから、自分の満足のいくところまでランダム強化をして、一番自分がいいと思ったところで止める。 ま、そのためには、だから、あの、も、同じモンスターかどうかは別としてね。まあ、その素材っていうのをひたすらに集めるっていう要素。まあ、それから、あの、特定のクエストをクリアすると、ま、あ何でもドロップする。武器だろうが、五石だろうが、何でもドロップする。まあ、五石、五石の方がま、メインでいいか。まあ、五石の話でいいか。まあ、あの、武器はもう今まで通り、従来通りの、 あの、ものが揃ってて、ランダム武器専用みたいなね、強化武器専用みたいな、そういった特別な武器はないんだけども、その代わり、まあ、今作で言うと、5隻のレベル幅がめちゃくちゃ広がって、例えば、スキルが4つついて、もう、攻撃力、攻撃レベルプラス7とか当たりだったらね、ついちゃって、さらにそこにスキルがポンポンポンって乗っちゃってる。 いろんなスキルが。もとは超ランダム。今でもかなりランダムで、あのー、語石の当たりっていうの難しいけど、それよりも超ランダムして、確率が低い代わりに、もう夢のような語石が手に入る。で、これライズの延長に近い形だよね。このシステム、ま、みんなだったらどれが一番いいもしくはこんなシステムだったらいいんじゃないみたいなの。コメントに書いていただきたい。 これは一つね、やっぱ、モンハン好き、タコスケくんとしてはね、モンハンも好きだし、まあ、いわゆるそういう、なんつうの、ホリホリ要素、もう好きなんですよ。まあ、もうひたすら、うわ出ないって言いながらやるの好きなんですよ。だそこ、で、これやっぱ、ライズから始めた人は、モンスターハンターの、これはもう、まあ、極地というかね、本当にハマって最後まで飽きなかった人がたどり着く場所なんでね、ちょっとね、 これだったら、やり続けるかもっていうのを書いていただけたらなと思います。というわけでね、今回はね、ちょっともうサンブレイクの前なんで、あのー、サンブレイクでこれが出るとか予想はしません。明日、10時にいっぱい情報出るでしょう。夜の10時だったかな。まあその後ね、また考察とかいろいろ出すとは思いますけども、まあちょっとね、そういったものをね、質問を、みんなの意見を聞いてみたいなと思って、えー、雑談させていただきました。 というわけでね。まあ、チャンネル登録、等々、まあ、よろしくお願いします。っていうことを言って、それでは、皆さん、明日を楽しみにしましょう。それでは、誰も知らないカリウド、イカレタコスカでした。t e a おやすみ